ガブリエル・タルド、ないし、ジャン・ガブリエル・タルドなどとして言及される。ジャン・ガブリエル・ド・タルドは、フランスの社会学者、社会心理学者、ドルドーニュ県、サルラウまで、地方貴族の子として、少年時代を過ごし、最初エコールポリテクニックで数学を学ぼうとするも、眼病を患いかなわず、トゥールーズ大学、パリ大学で法律を学ぶこととなった。しかしそれぞれ顔病を再発させ、 大学を中退し、故郷で独学を続けた。この時、クールのに多大な影響を受けた。その後、創生した父と同じく裁判官の道を選び、1867年にサルラ裁判所に報職1880年頃から、リボーの創刊した哲学雑誌に論文を投稿するようになる。犯罪は遺伝的なものであると考えるイタリアのロンブローゾの 犯罪学に対し関心を持って研究し、犯罪は電波や電線といった観点から模倣的な事実であるという視点で厳しい批判も行っている。その後、社会的な影響関係を重視した独自の研究を進め、犯罪学の著作、比較犯罪学、模倣の法則などを刊行し、その後も裁判官の勤務の傍ら多くの著作や論文を発表した。 1894年には、司法省統計局長に就任し、母の死去も伴い、パリへ移住する。1895年、パリ社会学会会長、レジョン・ドヌール勲章を受ける。1900年、コレージュ・ド・フランスの近代哲学教授に就任する。1904年、パリにて成居。1890年に、模倣の法則、社会学的研究を発表し、 社会学を一般に授業させた人物の一人である。後に、社会学の父と称されることとなるデュールケムに対して、分業が道徳的な事実であるか否か、犯罪が正常であるか否か、社会が実在するのか否かといった多岐にわたる論点をめぐって論争を繰り広げた。1901年には、世論と群衆を観光。ルボンの群衆心理学を批判し、 直接対面的な関係によって結合する群衆に、対してメディアを介した遠隔作用によって結合する公衆概念を提示した。1960年代以降、ドゥルーズによって肯定的に引用されていることから、哲学者からも注目されるようになる。1999年以降、フランスでは、アリエズを中心に、ドゥルーズの弟子や友人たちがタルド著作集を刊行されている。 中でも、ネグリの弟子でもあるラッチャラートは、タルドの窓のあるモナドロンと経済心理学を資本主義分析に応用し、注目されている。また、ブルーノ・ラ・トゥールは、自身のアントリロンが社会学をタルドの系統にあるとして1999年以降、多くの著作で引用している。ありがとうございます。